本日の担当はヘイコンカナタ、キャッチコピーは握力 50kg キュッキュ握りつぶしちゃうのハロライブ4期生カナタンことあまねかなたでーす。うなーい、みんなおりゅーハロライブ4期生寝起きの姫森ルーナなのらー。イエーイ。この番組も魔法少女ポロウィッチの最新情報をサクッとまとめてお届けしていきます。うわー、うわー、ワク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 なー。寝起きなのらけど声ガラガラでお送りいたしますけど大丈夫でしょうか。こちら喋ってればきっといい感じになっていくならよ。あ、そうだね、最後の方に目が覚めていくと思いますのでよろしくお願いします、はい、お願いします。早速本日のヘッドライン見ていきましょう、はい、こちら、はい漫画ポロウィッチストーリー考察、そしてくんくん謎の匂わせ動画が公開。おー、ポロウィッチファンアート紹介ということで、おー、いっぱいいろいろあるのはね。ねえ、ちょっと漫画の考察できるかな。ルーナ余裕なのよ。余裕か、余裕なのだよ。一緒に考えていくのだよ。くんくん匂わせ動画がこれちょっとくんくんとか書かれるとさ、なんかボケに感じる、本当になんか匂い出しそうな動画とかじゃないよね。漫画ハロウィッチストーリー考察です。やーい、来たー。これね、漫画ハロウィッチがハロウィッチ公式 X にてね絶賛連載中でございますと、現在だと第7話まで公開中で、結構ストーリーも進んだ頃なので、ここであらすじや相関図を見ながら2人で考察していこうと思います。はい、覚えてる？ちゃんと覚えてるのだよー配信アプリホロキャスで配信者として活動している主人公たち、あまねかなた、さくらみこ、姫森ルーナ、宝生マリン、紫紫音、坂本クロエということで、いつもやってる配信とはまた違いますけど、ホロキャスっていうアプリで配信していてっていう感じだね。そうなのだね。普通に配信者だったんだけど、ある日突然人々の心の光、ホロが集まったことで生まれた魔法の世界、ホロキャス界に吸い込まれてしまい、魔法少女ホロウィッチに変身ということで、ここに来ちゃったのだね。みんなの変身がなんかわかんないけど魔法少女になっちゃったっていう、選ばれてしまったのだね。僕たちが吸い込まれたホロキャス界では、現実世界での生活に不安やストレスを抱えて前向きな心を失ってしまった人間が、その魂をこの世界に吸い込まれてしまう夢落ち現象が発生してしまうと。ああ、それで怪物コラプサーが生まれちゃう。不安やストレスなんてみんな抱えているのだよ。そうだよ、だからもう僕だって夢落ちしてコラプサー生み出してるかもしれないしえ、そしたらじゃあうなたんたちがあまねちゃんを助ける。あ、そう、お願いします。それをローテーションしていくことになる。あ、え、次はミコ先輩みたいな感じで回していくの。これ最近ね、ちょっと減らってると言ってるマニがね一番かもしれないそんな感じで僕たちは夢落ちしてしまった人々を助けるために、魔法少女ホロウィッチたちは怪物コラプサーと戦うことに戦ってますよ。僕たちさ、かっこいいよな、普通に技とか使ってて魔法少女らしく。一番右のさ、あのルーナとかめっちゃいいやん、かわいい。姫のホロ魔法少女っぽい、かわいい。救っちゃうよ、みんなのこと。あまねちゃんも救っちゃうよ救われる、いくなーそんな感じで僕たちはね、人々に夢と希望を届ける魔法少女たちの物語が始まる。始まっちゃった。一番思ったのが、僕たちの解像度が高いと思ったね。あ、それは思った。あまねちゃんとかまんまゴリじゃなくて、あのちょっとここいいっすか、もう中断でいいですか、収録を中断ですか魔法少女とは思えないような肉弾性を繰り広げてたのだよねいや、確かにね、暗黒武術界みたいになってるんだけどやっぱりホロライブのみんなが今まで見てきた中で一番本人の配信の感じになんかすごいこう近いというか違和感ないなって感じた。ちゃんとキャラがあって面白くなりそう、これは。そんな感じで物語を軽く相関図にしてみました。じゃじゃーん、この悩める誰かたちのその悩んだ不安な気持ちが夢落ちして、この子たちがなるわけじゃないんだけどコラプサが生まれるって感じですね。そうなのよね。そしてアエルとラグ、こいつらはホロキャス界から来た妖精で、突然僕たちを魔王少女にしてきて、力を貸してくださいってなって、まあ、仕方ないなってなってるんだけど。そうなのよね。まあ、いろいろ考察あるけどさ、こう、ちょっと、アエルとラグ、何者、って感じで。え、可愛い妖精さんじゃねえのな？おめえはバカだな。こういうのが裏切ってくんねん。嘘だろ？こういうのがラスボスだったりすんだよ。味方じゃねえのな？今までありがとう、ホロイッチたち。ってなる可能性あるから。ルーナ的にはさ、なんかラスボスとか黒幕がいるかもっていう考察は。いや、いるでしょ。こういう王道ストーリーはやっぱ最初はこう、雑魚で遊ばせてからの、という何かしらが出てくるっていう決まりがあるのだよね。大体世の中にはね、なぜこういうものがあるんだろうって考えたときに、あ、これがあると儲かる人がいるんだっていうのが大体世の中。待って、そういう感じ？ファンタジーじゃなくなってるよ。お金なのな？ファンタジーの社会の中でも、お金がないと生きていけないでしょうが。続いてのトピックです。謎の匂わせ動画が公開？これ来たね。来ちゃうのな？来ましたよ。ということでね、ホロイッチ公式 X で謎の動画が公開されて、それがクンクンということで、ちょっと一回どんな動画かね、僕たち見てみましょう。うわー、見ようよー。じゃあ行きます。それでは VTR スタート！ホロイッチ。ふん。あの子たちが、ね。まあいいわ。私のやるべきことが変わるわけじゃない。私は。まだまだ情報が足りないわ。もっといろいろ観察しないと。さて、今度は何を生み出すべきかしらね。この声の正体は誰なのだ？味方？敵じゃねえの？クンクンにおわせ動画の一つ目の方で、本のさ、なんかコラプサーみたいなさ、いたじゃん。あれが、この声の主かと思って、可愛いじゃないのと思ったら、手前の手の方だったんだよね、ネイルしてる。そうなのだよ、犬よ、こっち側に。そう、こっち側にいた。そういえばさ、なんかペンみたいなのあったよね。この人が書いて生み出したんじゃねえの？書いて生み出した？やばいやばいやばい。僕さ、天才すぎるから全部当てちゃうかもしれん。可能性あるのだね。それでさ、じゃあ次のコラプサーはっと、書いてるの？次は何を生み出そうかなと、ああ！これ当たっちゃってるかもしれないのよね、もしかしたら。すいません、皆さん。何も知らないがゆえに当てる可能性はあります。当てちゃってるわ。コラプサーが襲う理由はビジネス。儲かると考えてますね、僕はね。お金か。闇のホロキャス界に売ってるとかね。それお金と交換ってことか。コラプサー VS 魔法少女、どっちが勝つかって賭けがさ、行われてるんだよ。富豪みたいな人たちが悪い片手に、今日はコラプサー、1億とか言って賭けてんだよ。やばーい。ルーナはどう思う？こりゃ多分お友達がいなくて寂しくて、悪い魔物を作って、魔法少女のうなたんたちと仲良くなりたいんじゃないかなーって思うのだよ。かまってちゃんってこと。かまってちゃんかよー。あ、そう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 。めちゃめちゃ可愛いじゃん。そうだからなんか僕の妄想ってひどくない？あ、ひどいひどい。ちょっとファンタジー感薄れた。まあどっちのね、考察が当てはまるか、この先の展開のお楽しみなのだね。よろしくお願いします。はい。ホロウィッチ。続いてのトピックは、ホロウィッチファンアート紹介なのだ。やったー。プロジェクトがね、始まってからみんな、たくさん書いてくれてたねー。ねえ、いっぱい書いてくれたのだ。今回は厳選して紹介していくのだ。まずはこちら。わー、カナダさん！かわいい！ありがとうございます。めちゃめちゃかわいいやん。めっちゃ強そう。左手の拳がマジで怖そう。なんかステッキとか持ってる手よりもさ、握りしめた拳の方が怖いもんね。あれ、スティック使わねえのな？腕がちぎれるまでこの手を使っていくから。左手が血で滲んでいくのに。そう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 。帰り血でね。怖すぎ。お次こちら、ルーナだ。うなね。これこそ王道のファンタジー魔法少女。傘めっちゃいいやん。やっぱ傘はね、ルーナにね、似合ってるし。かわいい。もう肉何戦とかしないから、あなたはもう魔法少女らしくね。弱そう。おい。パラソルなめんなよ。おー。あらねちゃん、か弱そうじゃない僕。しかもちょっと待って、お胸があるんですけど、でかあれおかしい。ないのに寄せてあげてねえのよ、この形。ないのに寄せてあげてるって言うんじゃねえよ。どっから持ってきたのな。ちょっと腕を寄せただけで勝手に真ん中に乗ってくんだよね。もうほんとすいません、なんか。あまねちゃんがセクシーなんてちょっとおかしいのだけど。おかしいとか言うんじゃねえよ。揺れ落ちすんぞ。ルーナ来ましたよ。あ、あなたはやっぱり魔法少女でふわふわなのだね。赤ちゃんみたいだね。もうこれであまねちゃんも全然やっつけられるならふわふわふわ。無理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 。もう僕の一蹴りでルーナはもうボコボコになっちゃうよ。多分風圧で吹っ飛ばされるのだ。当たってないでその状態で飛ばされる。やられる可能性大なのだ、これは。僕たちじゃん。あまねちゃんとカナルーナになってるのだね。カナルーナやっぱこう色的にもそう相性いいのだよ。これ相性めっちゃありで、ミコテンパンもいますね。こちらかわいい。頑張るぞーって、やるぞー。みんなこんな風に応援してくれるなんて、頑張ってホロホロ1やってこな。みんなね、たくさんたくさん書いてくれてありがとうなのだよ。ありがとうね。いや、まだみんなのハート見たいので、ぜひぜひ書いてみてください。ハッシュタグはシャープホロウィッチ。投稿されたファンアートはホロウィッチ公式でリポストしちゃうかもよ。みんなのファンアート待ってるのらーい。今回のホロウィッチ情報局はここまで。それではホロウィッチ全員解散。この手を差し伸べ、掴んで握る天使のホロ魔法少女カナダ。甘い幸せおすそ分け、姫のホロ魔法少女ルーナ。続きはホロウィッチ公式 X で。